音出したんだね、コントね、はい、ノボディのパグーンと音出したんだ。まあ、ゆうさんちね、僕一回的を当てるゲームしたんですけど全然当てなかったからね、うん、ちょっとやってみます。そうですね、こっち側で、うん、このマガジンを、はい、よくあるやつですね、はい、よくあるこれを、はい、はい、隠れてる。これはどう、これどうセットするの。敵がいるぞ、早く大丈夫、どうやって打つのこれ。さっきずっと押してたんで手振ってた。ああ、なるほど、打てなかったってことですね。セミピーなの。はい、セミ、セミ一回引いたら一発出て、はい、で、このオートがフルオートで、はい、バーッと出る。ああ、なるほど、はい、これがセミで、はい、でこれハイサイクルなんですよ。かっこいい。で、まあ、こういう感じですね、はい、はい、かっちょえ。で、離すときは、はい、セーフティー、あのセーフティー、はい、はい、でこれでですね、はい、どうぞ。っていう感じですかね、はい、セーフティーです。2人と本の人もやっぱ反射的にいうこともあるんで、目がお互い様なんで一度逆転することもわからないんで、まあ、ほんまに大会社の場合は広い、広いですね、めちゃめちゃ。どう戦うのか、すごい気になるところだね。こういう資源に隠れたりするわけでしょ。そうですね、多分ね、リアルな。そうですね、当たれないように避けて逃げてっていうことなのかな。トラックを奪いに行くと。これから始まりますね。いよいよこんな感じなんですかね。本当にここからみんなでこう分かれていくわけですね。あの方もじゃないに。ドキドキしますね。それではこちらでカウントします。32 1 GO! ゴー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 ゴこうって隣も向こうに援護する人がいたら、はい、こっちで撃ってこっちにいるぞっていう感じでおびき寄せることもできるんで、うん、おびき寄せて向こうに撃たせるっていう方法もあるんで。
あ、ヒット。難しいですね。ちょっとやってみましたけど、結構難しいもんですね、はい、やっぱその戦略とかその自分の一人の行動にも結構ね、やっぱチームワークっていうのが関わってくるんだなというのがすごい身に染みましたね。思ってたより熱いですねでも面白いですね。なんか結構もう木がぶつかるのが関係ないぐらい、はい、もう進んでるんで、はい、そういうところがまあ良かったですね。はい、ありがとうございます、はい。あ、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございます。楽しかったです。はい、初参加だったんですけど、楽しめました。怖かったです。大丈夫でした。そうですね。もう思ったよりも楽しめたんで、はい、全然大丈夫でした。そうですね。で、ちょっとちょっと聞きたいことがあって、はい、まあそのサバゲーをまあやりたいっていう人が結構いるみたいなんです。で、まあそれやるのにあたってどこに行けばできるのかなみたいな。そういうのをちょっと聞きたいなと思って、まあ、一番お手軽なのは、まあ、インターネットで、はい、例えば岡山県サバイバルチームとか、はい、そういうのを検索していただければ、はい、まあ、かなりヒットすると思いますよね。あ、なるほど。それから、まあ、近所に、まあ、今昔ほどショップがないんですけど、はい、まあ何軒かあると思うんで、数軒、はい、まあ、そういうお店に行って、はい、紹介してもらうとか。あ、なるほど。お店によっては主催しているところもあると思います。あ、なるほど。ちなみに店長さんのお店に行っても大丈夫ですよね。うちは、はい、特にチームという感じじゃなくて、はい、月2回、日曜日と平日と、はい、2回ずつ、この指高値という感じで、はい、ゲームを主催しています。あ、本当ですか。はい、まあ、詳しくはそうですね、はい、こちらウェブの方でということですね、はいはいはい、ありがとうございます。すみません、今日は本当楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも、ありがとうございます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。いつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。